178号ではブレーンコンドルを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ10のボディにパーツ11の頭をはめ込んで接着します。続けて頭にパーツ12のヘルメットをはめ込んで接着します。次にパーツ13の右足、パーツ14の左足をそれぞれボディにはめ込んで接着します。同様にパーツ15の右腕、パーツ16の左腕をそれぞれボディにはめ込んで接着します。次にパーツ05のコックピット部品 B をパーツ04のコックピット部品 A にはめ込んで接着します。続けてコックピット部品にパーツ06のシートをはめ込んで接着します。次に組み立てガイドとは工程が前後しますが、組み立てたシートにケン・テツヤのフィギュアをセットします。次に組み立てたコックピットをパーツ03のコックピットシェルにはめ込んで接着します。次にパーツ07のコックピットパネルにパーツ07の操縦桿をはめ込んで接着します。次にコックピットシェルにパネルをはめ込んで接着します。この時操縦桿に手を合わせてはめ込みます。次にコックピットシェルにパーツ09のキャノピーをはめ込んで接着します。これで178号の作業は終了です。アシェット。